さ、ペニョンさんから DM が来て。誰かゲストを呼んでくれたらしいので、ワクワクしながら待つ。誰が来てくれるんだろう？まさか、尊敬している、レ、くん。そんな有名 YouTuber が来てくれるはずないか。てか、そんな大事な日にこのスキンバグなんとかならんの？あっくる。あ、はじめまして、スペシャルゲストのペニョンと申し。あれ、何この編集。こんにちは、今日の動画は僕が乗っ取っちゃった。編集を好き放題に操作していくよ。チャンネル登録1000人記念おめでとう。え、何何、まさかドッキリ。え、セーフ。あら、送りつけだった。ご利用しだった。あ、ありがとう。キフのバッグかわいいっしょ。うん、バッグはね。ピーフ二人になった、やった。バッグとグライダーはかわいいんだけどさ、スキンがね。さて、千人記念ということで、まあデュオ、まあ時間帯的にスクワットなんだけど、デュオスクでのんびり語っていこうじゃないかと。ちょっと私はスペシャルゲストの件でショックなんですけど。ヒーフコンビーわーい。かわいい、かわいい。目と目が合う瞬間。まあまあ、いらないなんて言わないで。多分スキンは使わない。この素晴らしいスキンを見よ。洗脳されてるのか。よし、ドライブしながら。あ、すごいな。僕が登録、ニョイさんを登録した時はまた30人ぐらいやったんが、今では1100人超えましたね。シーズン2の途中あたりから一緒にやるようになってね。結構早いもんじゃん。1000人まで行くん。ありがたいです。途中から僕が結構カットとか BGM の指示を出してたっていうわけなんですが、突然のカミングアウト。僕が本格的に動画作成に協力しだしたんが、フォートナイト役立たずあるある川柳っていう。僕がタイトルつけるなら役立たずなんて言葉使わへんねんけどな。タイトルはニョイさんがこの時考えてて、いやー、編集とかめちゃくちゃ初心者にしてはよくできてるはずやねんけど、あれだよなぁ、サムネがね。うん、あんまり興味そそらないよね。そっから後々サムネにも協力しだして、だんだん変わってきたって感じやけどね。なんか初アリーナの動画とか結構僕がこだわって、サムネの指示を出したって感じで、今では BGM とか8割方僕が考えております。動画制作にすごい貢献しております。10割は違うでしょ。だってあの、結構ニョイさんも簡単には BGM つけれるようになったやん。んで、なんか僕の指示出さんくてもそのままつけて OK って時あるし、だから8割方僕が考えてるみたいな、 BGM は。ほんと、すいません。で、あとはいらないシーンとか、ちょっと言っていって、口出ししていってですな。僕頑張ってるよね。まあ、編集するのはニョイさんやけど。僕がね、今、なんかこれから、なんか、大学とかで忙しくなっていくから、お、なんか、こういうさんとか、カワスさんとかに協力してもらったり、ながら、
もだいぶ貢献して今でもね、なんか XP の音が、あと3個、あ、ニオイさん今紫パープル XP コイン取ってた、もしかして。そうそう、喋ってる時になんか XP の音がピュン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 聞こえるから、なんやと思ったらこっちは真面目な話してんのにのんきなもので、ごめん、 XP コインにメガクランで、あれもなんか語っといた方がいいんちゃう、このチャンネルで失踪した人いるやろ。え、誰だっけ、登場しなくなった人物、メイムとマリサ。あ、ちょっと扱いが難しくてリストラしちゃった。いや、不憫すぎん。おー、めたいめたい。いや、まあただこれからもね、もしかしたら今後また登場するかもしれないからね、うん、何かのきっかけがあればその時に来たいやな。おう、来たい。エモート動画もね、メイさんがリプレイを使うようになってから、リプレイの構図にめちゃくちゃ口出ししていったよね。僕本当に真正面から撮れなくて、メイさんリプレイ下手だったはっきり言っちゃうなんかあそこにおるわ。あ、当てれそう。シールドワリンゴ、また抜けかも。はい、一人ダウン。125m。はい、シールドワリンゴ。皆さん、あそこ撃てる？多分無理。はい、一人ダウン。壁を壊してほしい。あー、ナイスナイス。1枚の壁も僕アサルト持ってねえんだ。ん？頑張って壊して壊して、無理か、ダメだ。なんか下から来てる。はい、ストームに追われながらの終盤、私はパニクリまくります。移動移動、もうどっちに行っていいやら。うわー、めっちゃダウンさせたのに全部復活させられてるわ。ゆうさん、こう来て、こう来て。登れる？かまんね、かまんね。残り敵は5人でございます。なんか燃えとる、燃えとる。あ、なんか落ちてきてる。なんか、飯食う武器が、白ポンプなんだな。よし、攻めよう。千人記念ビクロイを醸し出そうじゃないか。うわ、怖怖怖。熱い、熱い。あっとい、あっとい。終盤、毎回崖から落ちるな。早く崖の上のポニョイに。倒した。あと何人？残り敵一人だ。うわ、撃ちまくれ。どこ行った？あ、ケーキ、ケーキ。今やっとアサルトを手に入れた。危ない。やっちまえ。大丈夫？
やったー、やったー、やったー、千人記念ビクロイヒーフコンビでやったぜまあ、あれかな、この動画で言いたいこともあらかた言えたかな。僕がなぜこんなに出演しているかというと、ねえ。めちゃくちゃ動画に貢献してるからですよ。はい。あがめたてまつらえよー。